さんおはようございます。ここはね、ナウマンドで有名な野尻湖、戸隠からね、どんどん高度を下げて、野尻湖まで来てます。当時があるんですけど、ずっと古代からずっとね、現代の方に来るんですけど、あるでしょ、この辺最近新しいやつなんですけど、アフリカゾウね、でアジアゾウね、でナウマンゾウ、これ戸隠、今ここ野尻湖で、妙高で、奥社どこや、戸隠の奥社がここやね。ここ野尻湖は長野県で2番目に大きな天然の湖です。
るさと豊田ね、雪がめちゃめちゃゆっくり落ちてくるとこですわ。これものすごいスローモーションのように雪が出るんですけど、見えます？これなんとこんなにゆっくり落ちるもんかいなっていうぐらいゆっくり落ちてるけど、それがちょっと言いたかっただけです。前の友情を挙げた時にね、そない言うてコメントしてましたけど、ふるさと豊田道の駅通り過ぎました。豊田飯山インターチェンジ、ここ乗ります。さあ、いいよいいよ、信州ともお別れですわ。うん、帰りたくないけどね。どうでした？信州長野3日間の旅でしたけど、あっという間でしたね。名残惜しいですけども、はい、大阪向いて帰ります。また次の旅でお会いしましょう。さよなら。